武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は麻布大学の英語の勉強について話していきたいと思います。英語ですが、時間60分で大問が3題、これは獣医と、動物応用科学どちらも同じという形に、なっています。で、そのうちの大問2つが長文、大問1つが文法という形で、形式はどちらも同じなんですが、全体的に、獣医の方が難易度が高めという形ですね。動物応用科学の場合には日大レベルが対応できれば十分、なんですが、獣医受ける場合には日大だけだとちょっと、きついかなと思いますので、まあ、マーチレベルまで、しっかりやっておいた方がいいかなという形になっています。で、長文に関しては、文章はそこまで長くはない、ですが、設問の中で結構知識系統の問題が割と出てきますので、長文読めれば訳せればっていうものじゃなくて、ある程度知識がいる問題だと思っておいた方がいいでしょう。で、設問そのものの対応に関して言うと、文章がですね、結構その、獣医にちなんだというか、その動物だったり環境だったりのテーマの出題が割と多めにはなっていますので、そういうテーマ読み慣れてないなという場合には、ここの過去問を解いて慣れていくっていうのでもいいんですけれども、もしくは自然科学系の小論文のネタ本など一冊読んでおく、要約練習とかまではしないまでも軽く読んでおいて、ああこういう内容の文章が出るのねっていうことをやったりとか、医師薬系の英単語など一通り一回読んでですね、その医師薬系の文章にちょっと体制を作っておくということはやってもいいかなというふうに思います。ただこれはどちらかというと獣医の方を受ける場合で、動物応用の場合はそこまで文章も難しいわけでもないし長くはないので、どちらかというとそれよりも、文法などの基礎知識のものをしっかりこなしておいた方がいいでしょう。まずはここの過去問に触れてみて、どの部分が解けないのか、知識なのか、文章が訳せないのか、時間が足りないのかなどですね、その部分で、対策する部分をちゃんと見てですね、自分が解けない、部分はどこなのかっていうのを判断してしっかり、そこを徹底的に潰していって、基礎知識の取りこぼしがないように、対策をしていってください。以上が英語の勉強となります。